佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。始まりました、佐藤美久の女優道。女優でタレント活動もしております、私佐藤美久がここ市川うらら FM さんで毎月第2第4金曜日夕方6時から放送させていただいております番組です。どうぞよろしくお願いいたします。さて今日は6月22日ということで、つい最近6月17日に父の日がありましたね。まあ思い出をですね、まあお話しさせていただきますと、そうですね、ものというか、父の日に、ネクタイをプレゼントしたりとか、あと父が好きな、担々麺の美味しいお店に、私がね、おごらせていただきまして、感謝の気持ちを伝えておりました。まあ、なかなかね、やる、機会が本当に若い時はなかったので、本当にこのね、業界に、芸能活動をね、させていただいておりますので、はい、もう感謝の気持ちを込めて、そして母の日もですね、お花を母にも送りましたので、ぜひ皆さんもね、まだしてないという方、まあ、ちょっと遅くなってはいるんですけれども、ぜひね、送ってあげるとすごく喜ぶのではないかなというふうに思います。ではこのあたりで改めまして、私佐藤美久の自己紹介をさせていただきたいと思います。私佐藤美久は女優タレントとして活動させていただいてまだ3年目の新人です。主な活動としては地上波のドラマのエキストラとして勉強させていただいたり、いろんな映画でお役をいただいたりなどのほか、毎月第1第3金曜日夜23時からはネット配信番組 Me Too Show でカタカナ佐藤美斗というネットアイドルという設定の中、ただただプレイステーションのゲームをやり続けるという生配信番組もやっております。詳しくは佐藤美久オフィシャルブログをぜひチェックいただければと思います。また昨年11月より豪華クルーザーアルカディア号のイメージキャラクターを務めさせていただいております。どうか皆さんアルカディア号のホームページのチェックもお願いいたします。それでは今回最初のコーナーは美久の独り言。さてこのコーナーは昨年の秋からなんとなく始まりました。このコーナー美久の独り言、ただコーナータイトルにもあります通り、あくまでも私の、独り言ですので、あまり気になさらない範囲でリスナーの皆様に共感いただければ嬉しいです。今回のテーマは最近話題になっている食品ロスについてお話しさせていただきたいと思います。まだ食べられるのに捨てられている食べ物、いわゆる食品ロスが日本では年間約632万トンにも上ります。これを日本人1人当たりに換算すると、毎日お茶碗約1杯分、約 136g のご飯をの量を捨てていることになります。また食品ロスは食品メーカーや小売店、飲食店、家庭など食べることに関係する様々な場所で発生しています。家庭においても食品ロス全体の約半数にあたる年間約302万トンが発生しています。食材別に見ると最も多いのは野菜、次いで調理加工品、果実類、魚介類です。食品を食べずに捨てた理由として多いのは鮮度の低下、腐敗、カビの発生、消費期限、賞味期限が過ぎたなどが挙げられています。ただ家庭から出される生ごみの中には手つかずの食品が2割もあり、さらにそのうちの4分の1は賞味期限前にもかかわらず捨てられているものです。その他調理の際での、野菜の皮むきや肉の脂身の取り除きなど、食べられる部分を過剰に捨てていることも食品ロスの原因になっています。この、家庭での食育不足とは、現在のそうですね、パパママ世代は食育崩壊世代からだと言われています。高度経済成長からバブル期にかけて日本では食べれば食べるほどいいという風潮がありました。子どもの成長にはたくさんの栄養が必要だという考えのもと、今では考えられないほどのエネルギーを摂取していた時代に、子どもとして過ごしていた今のパパママ世代は食育という考えが根付いていないそうです。そこに追い打ちをかけるように現代のパパママ世代は
共働き率も高く、時間的に食育を行う時間がないという環境的要因が加わったため、さらに食育は遠のいていきました。ちなみに食育とは、さまざまな経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てることだそうです。いやー、もうすごい量がこう捨てられてるっていうことなんですけれども、もうびっくりですね。こう300何万トン、いやもったいなすぎると思いますね。本当に食べることとかも私は好きなので、ちょっともう皆さんもね、ぜひね、改めてこう考えてみて、私のね、家でもこうちょっと腐っちゃったものとか、あとはそうですね、賞味期限がちょっと消えてるものっていうのがね、私でもありますので、やはりちゃんと自分もね、考えていかなければならないなというふうにすごく感じました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さん、少し食品ロスについて一度考えてみられてはいかがでしょうか。以上、ミクの独り言のコーナーでした。今月の推しメン、このコーナーは毎月私、佐藤美久がいろんなメディアでフィーチャーされたエピソードなどを拝見したり、目に留まったり、伺ったり、気になった方々についてミク流にご紹介させていただくコーナーです。題して今月の推しメン。今回も実際に推しメンの方にわざわざスタジオにお越しいただきました。実はこの番組、佐藤美久の女優道は、3年前の3月に私の芸能界デビューとともに、最初は葛飾 FM さんで始めさせていただいたんですが、ちょうど3年前の2015年の6月にもゲストとしてお越しいただきました、映画プロデューサーの関健二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではまず関健二さんについて、私から簡単にプロフィールをご紹介させていただきます。はい、今月のイケメンですか。あ、変えましょうか。ではちょっと、はい、プロフィールご紹介させていただきたいと思います。はい、関健二さんは1964年のお生まれで、1981年ピアフィルムフェスティバル入選、映画4月怪談でシナリオ担当、織田裕二さん、和久井恵美さん主演のエンジェル、僕の歌は君の歌など全国公開の多くの映画の脚本を手掛けられました。その後、藤木直人さん初主演映画フィッシュで長編監督デビュー、最近では鶴賀太郎さんの、主演の夢二、愛の飛ばしりをはじめ、今年はジャニーズジュニアの安井健太郎さん、森田ミュートさん、山本涼介さん主演のニートニートニートの公開が控えているほか、現在も数多くの作品準備中のとても忙しい、そして私たち女優にとってある面一番気になる存在の方です。そんな関さんを前に若干緊張しておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そんなね、なんか自分のプロフィールなんて照れくさいですよね。いやではですね、今回お久しぶりということで、はい、ご無沙汰してます。前回お越しいただいた時のことって覚えてますよ。本当ですか。はいはい、嬉しいです。全然ますますお綺麗になって。いや素晴らしいですよ。まだ独身ですか。そうです、もちろん、もちろんですよ。びっくりしちゃいました今。はい、大丈夫です。はい、ではちょっとね、ちょっとおこがましいんですけれども、はい、私佐藤美久、少しは変化成長したと思うんですけれども、もう全然いかがでしょうか。いや、もうなんか全然色気も漂い、あ、やだ、ラジオじゃもったいないですよね。もうそう言っていただけると光栄でございます。で、リサーチによりますと、最近目覚ましいご活躍とお伺いしたんですが、こう何か変わられたことって終わりなんでしょうか。すごいリサーチじゃないですか。いや、別に大して変わったことはないんですけど、はい、3年前って何やったっけな、割とさ作品の予算がどんどん上げてきているので、はい、公開関数が増えてきたんで、それちょっと楽しみですね。その分の責任もありますけどね。そうですね、はい、プロデューサーさんという立場なので、プロデューサーとしてのご活躍が大変多いとお伺いしたんですけれども、はい、改めて
プロデューサーとして一番ご苦労はどういった点でしょうか。なるほど、そうか。なかなかこう女優としてはなんか聞けない部分ではあるので。そうか、それもそれ原稿に書いてありませんね。何もノーマークだったな。まずプロデューサーっていうのは、はい、まずお金を集められるかどうか、これが一番ですよね。これ一番大変ですわ。その後に今度は予算を今度は配当できるかどうか、はい、要はこけさせないでいけるかどうかっていうのが一番ですね、はい、だけど僕の場合は本当に自主映画から始まって、はい、シナリオライター約10年近くやったんですけど、でその後に、まあ、演出部助監督を1年半やって、はい、で自分で監督で10本撮って、はい、それで、まあ、きっかけでプロデュースを始めたんですけど、はい、なので知らない現場で知らないことがないんですよ。そうですね、いろんなことを経て、そうですね、だからそのシナリオライターさんの気持ちも分かるし、はい、監督の気持ちも分かるし、うん、助監督はじめスタッフの気持ちも分かるので、はい、非常に僕の中ではまあなるべくしてなったかなと思いつつ、その分みんなの気持ちが分かるんで、はい、僕からの電話はみんな嫌がるぐらいギャラもちょっと交渉すると。すごくもう、すいません、ちょっとした方がいいかもしれない。まあ、私も女優活動以外にもこう事務所が映像制作会社なので、私もスタッフ側に立つことが なるほど、はい、ありますので、自主映画であると私もやっぱ制作で、なるほどなるほど、大変ですね。スタッフさんとしてもやらせていただいておりますので、やっぱ現場に行くとスタッフさんの苦労っていうのがすごくひしひしと伝わってくるの で、ね、ね、でもね、美人一人いるだけでね、みんな元気いやいや嬉しいです。ではですね、ちょっとこう素人のような質問で大変恐縮するんですが、特に映画ってこう先に原作であったりストーリーありきだと思うんですけれども、はい、主演の方ってどうやって決まっていくんですか。なるほど、はい、いいご質問ですね。いろんなパターンあるんですけど、はい、主演ありきというのもあるんですね。主演が最初に決まってて、物語より前にありますね。あ、なるほど。例えば今のジャニーズジュニアのやつも、はい、ジャニーズジュニアで行こうと、ジャニーズジュニアで行くというのがあって、はい、それに合わせて原作を選び、はい、それで、まあ、進めていったっていう経緯がありますね、うん、あとはでもそうね、原作をまず映画化したいっていうのから、キャスティングしていくっていう方が多いことが多いですね。そちらのが結構多い。多いですね。あ、そうなんですね。ではですね、最近こう手掛けられた作品の中で一番印象に残っている役者さんについてこうエピソードを一つちょっとお話しいただけますでしょうか。役者ですか。はい、そうっすね、役者誰だったのかな、一番エピソード、はい、言っちゃいけないことばっかでは。あら。そうか、誰だろうな、いろいろいますけども、はい、やっぱ駿河くん、駿河太郎さん、はい、は良かったですね。夢じゃ愛の飛ばしというので主演をしてもらって、はい、これニューヨークの、ニューヨークじゃない、ロサンゼルスの映画祭で最優秀男優賞を取ってくれたんですけど、すね、彼は本当に実直だし、はい、人としてのお付き合いもさせていただいていて、はい、で2本目ちょっと今まだ情報公開できてないんですけど、はい、その作品でも非常に大きな役をやってもらったんですよ、はい、殺し屋の役だったんですけど、はい、すごい繊細でよくて、はい、で何よりも、この間孤狼の血ってあるじゃないですか、はい、あれを見に行ったんですけど、孤狼の血にも駿河さん出てて、冒頭のシーンでですね、はい、豚の、はい、糞をこう口の中ガーッと突っ込まれるっていう はい、役をやってたんですね、はい、で駿河さん今非常にこう上り調子だし、はい、ね、だから最初見てて分からなかったんですよ。だけどすっごい重要なシーンでいい役だなと思いつつ、はい、すごい殴られて泣き叫んでその豚の糞を食わせられるわけだから、この役者バーターできたんだろうなと思いつつ、いやこの役者いいわと思って、誰だろうと思って見て、5分ぐらいのシーンだったんですけど、はい、でこの役者があったから後で名前チェックしようと思って、はい、じゃ次のシーンで写真が出てきたんですよ。あ、はい、あれなんでするか撮るなんて。気づかれなかったんですよね。びっくりして、そう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 。あ、なるほど。その前ね、彼のもうその聞き迫る芝居が良くて、
で見終わってこう、まあ、映画なんか何回か出てくるんですけど、はい、やっぱ非常に重要な役だった、うん、だけど今彼があれだけ上り調子なのにもかかわらず、はい、あんな役をやった作品への思いっていうのも見えちゃってね、はい、でエンドロールで彼の名前出てきたけど思わず涙見ました。ああ、うん、そうなんですね。慌ててこう LINE なんかね入れさせてもらったんですけど、はい、本当あの駿河さんはこれから伸びていくんじゃないかなと思いますね。やっぱり役に入り込むっていうのがやっぱりかっこいいですね。ありますね。はい。はい、そんなとこかな。はい。ありがとうございます。ではですね、今回のご出演に向けて関さんが監督を務められたコーラス隊という作品をですね、はい、私拝見させていただきまして、非常に青春時代を思い出させてくれる作品でした。私も高校時代に音楽専攻音楽についてこう、はい、学ぶというか授業がたくさんあって、あ、なるほど、はい、でその中でこう作品の中でこう歌の練習、はいはいはい、ああ、はい、っていうのがあるじゃないですか。それがもうまさにその授業でやったことを思い出させていただきまして、非常に鳥肌が立ちました。なるほど、ありがとうございます。で合唱の歌のシーンでは私も指揮者を合唱祭の時に、はい、3年生で、の時に最後の合唱祭で、あ、そうですか、はい、で学年でサインを取ることができまして、素晴らしいじゃないですか。またそれもこうやっぱり思い頑張った時がやっぱり思い出されるなって、あ、そうですか、すごく感じました。素敵な作品でした。あ、本当ですか、とても嬉しいですね、はい、そう思ってくれるのがすごい嬉しいですね。なんかあれは青春映画でしたからね、はい、青春すごく青春をものすごく感じられます。昭和でしたっけ、え、そんな前じゃねえか、違いますね、多分平成だと思います。平成に入ったよね。そうそうそう、でもね、あそこ311でしたっけ、はい、のでね、流されちゃっていろいろあったみたい で、ね、はい、あれ以来僕も行かれてないんですけど、非常に思い出深い作品ですね。苦労しましたね、あれはね、僕じゃなくてスタッフとキャスターね、本当に、はい、その、まあ、スタッフの名子と言いますか、実はこの作品 のうちの事務所がの社長も携わっていたということなんですけれども、はい、この作品のこう思い出、これが大変だったなっていうのはなんか、なるほど、はい、やっぱね、あの井上さんですよね、そのね、社長さんである井上さんのプロデューサーに毎日お説教されて、はい、毎日今でいうパワハラを受けて、いやいやいや、ここはいやいやと言ってきます。まあまあ冗談はさておき、もう本当にね、井上さん、そのプロデューサーがどれほど走り回ってたかっていうのはすごく見えたんですね、はい、本当寝ずに頑張ってくれてて、はい、だけど自分監督をその時はもう、はい、監督しかやっていなかったので、はい、そんな井上さんを見て、なんでこう作品理解してないんだろうって正直思ったね。そのパワーを込めてその入魂していただいたのはすごくよくわかるんだけど、うん、作品を よくしようっていうのもわかるんですけど、はい、なんでこうこっちと意見交換は合ってるんだけど、どっかがこうずれてるような思いがあってイライラしてたんですよ。正直にね、はい、井上さんが嫌だっていうんじゃなくて、はい、だけども自分でプロデュースを始めてみて、はい、本当に井上さんのご苦労っていうのはね、すごく今よく分かって、はい、本当感謝してますね、はい、で、はい、このコーラス隊で監督をされていて、こう最近ではこうプロデューサーとしてこう活躍されているんですけれども、はいはい、監督はもうなさらない、あ、まあやりたいですね、井上さんのもとで、うちの事務所の社長のもとで、ま、そういうことですわね、だそうです、はい、その際は私もぜひぜひ、あ、もうね、もうご主演で、いやいや、もうちょっとだけでも全然嬉しいです。でも佐藤さんいいですよね、本当ですか、うん、すごいいい味あると思う、うん、嬉しいです。いつもね、その井上さん選ばれる方はこう素朴な感じでね、いいと思いますよ、嬉しいです。でもね、うん、ごめんなさい、自分で撮りたいっていうのは、まあ、なきにしも、っていうか、実際あるんですよ、はい、どうしてもこれは作品撮りたいってなるんだけども、うん、僕の場合は監督に若干向いていなくて、すごいわがままなんだと思います。だから自分わがままのくせに人に気使うんですよ。だから人の言うことも聞こうと思うから、はい、ね、井上さんとやらせていただいた時も、はい、井上さんに尽くすような気持ちはすごいある、
はい、だけど自分の創作意欲と、もうまた別にあって、だからね、やっぱね、多分自分で予算を集めて、はい、それで責任も自分が全部取るって形で一本取りたい、はい、正直ありますね、うんうん、プロデューサーも兼ねて監督もやる。そうですね、だけど多分それは絶対当たらない。あだからもう、なんということでしょう。だからもう返さなくていいお金で取るのが一番いいね。いい監督も僕一人でいいや。好き勝手にやりたい。もう関さんがこう何人かいらっしゃったらもう作品一本できる。それはいい手ですね。それはいい手ですね。いやもうそう、こういろんなこうあの助監督からこういろいろ経験されて、こう全部関さんがたくさんこう いる作品だって、ぜひ私も。ぜひぜひぜひ、じゃあ絡み役で出演、僕も出演して主演で出演されて、ね、私ちょろっとこうなぜせていただく、もうちょっと面白い作品がではですね、あの、まあ、ちょっとあの私の方からもあのお伺いしたんですけれども、関さんのこう作品に出演させていただくためには、私佐藤美久は今後どういったことに一番あの頑張っていけばよろしいでしょうか。どうなんでしょうね。もう3年後でも結構、はい、あの長いスパンがあったと思うんですけど、はい、もう全然全然あのちょっとこれ冗談よと思ってたけど、まあ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 、でも今の自分の信じる道でやっぱ仕事というのは大切なので、はい、その一つ一つこなしていくということだと思いますよね、はい、あとやっぱキャスティングってご縁もあるので、そうですね、あとはもう井上さん次第じゃないけど頑張ります。僕も頑張ってみます、はい、私もそう、ね、しっかり頑張ります。本当あの向いてる向いてないってやっぱあるんですよ、映画の役にね、うん、出りゃいいってもんでもない部分もあるので、はい、きっとチャンスは巡ってくると思いますよ。頑張ります、はいはい、さてそんな関さんが最近制作された作品についてお伺いしたいと思うんですけれども、はい、何という作品でしょうか。直近そうですね、ああだからそれだったら今情報を出せるとすれば、はい、ジャニー Jr. のニートニートニートという作品ですね、はい、ちなみにストーリーはどういう、うん、ストーリーですか、はい、あれストーリーどういう話だったっけ。あれ角川文子さんから出てる三島翔吾さんという、はい、あの原作者の、本が出ております、はい、青春ものですね。そうなんですね、あのニートニートニートってタイトル通りニートの3人組がいて、はい、すごく面白そうです。そうですね、で、はい、こいつらが、高校卒業して久しぶりに会うんですよ、はい、それで、車で、行く旅、あの目的もないまま北海道を旅してくるんですね、はい、情報で見ましたホームページ で、あの北海道の、うんうん、はい、で、一人の少女を拾ってで、その子の目的のために車を走らせていく、はい、そんな中で自分たちの、今っていうのを見つめ直していくみたいな映画ですね。でね、脚本をこうやってたんですけど、はい、僕が書いてたわけじゃない、監督が書いてた、自分で書かれてるんですけども、はい、その脚本打ち合わせをこう2人でやってた時に、主人公が映画によってどうやって成長したか、でそのテーマは何だろうかっていう話になって、でそれを僕がこう問い詰めてたんですよ監督にね、はい、で、どうも監督と何かがずれてた。したら監督が、いや違うんだと、自分はこの映画によって何も変わらなくていいんだよ、あの今の自分が素敵なんだよってことを伝えたいって言われた時に、うん、僕も目から鱗が取れて、はい、あそれはいい映画になるよ、じゃあその戦略にしようって言って、はい、脚本ラストシーンとかも大きく変えてった、はい、っていうことがありましたね。なるほど、そうそうそう、非常に楽しみです、はい、いい作品だと思います、はいはい、ぜひ拝見させていただきたいと思います。ではですね、それでは関さん恐れ入りますが、今後あの上映情報など告知などございましたら、はい、お願いいたします。告知ですか。はい、告知、あそのニートニートニート、はい、映画ニートニートニートという作品なんですけども、はい、これは来年公開になると思うんですけど、あそうなんですね、まだ情報が解禁になっていないので、はい、あのそこはまた決まり次第、はい、それとあともう一本、あの実は、7月の12日からかな、はい、始まるプチョン映画祭という韓国の映画祭があるんですけど、はい、ここで一本あの公開が決まりまして、なるほど、それの情報が間もなく公開されるので、はい、はい、ふや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 っていう、あはいはいはい、ふやふやふやっていう女優さん、韓国出身の、はい、方が主演で、はい、まあ、駿河太郎さん出ています、
で、あ、鶴太郎が出ているかもしれなくて。かもしれなくて。アクション映画ですね。あの、はい、女殺し屋の話なんですけども、はい、これはまた素晴らしいですわ。あの、非常に孤独を感じたい人は見てもらいたい映画から。全然決して難しくないんですけども、はい、あの、その殺し屋の女性が自分を、なんだろう、見つめ直す時間、はい、そうそう、あの、はい、愛情を取り戻していく、はい、映画です。非常にもう2本見ようと思っております。2度と、はい、ぜひぜひ、はい、ということで今回のゲストは映画プロデューサーの関健二さんでした、はい、どうもありがとうございました。お忙しい中ありがとうございました。皆さん、なんともうエンディングの時間となってまいりました。いつものことながら本当にあっという間です。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、ありがとうございました。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。ありがとうございました。